列になれ、修学旅行だ列になれ、生まれて初めて乗る新幹線、バスに乗れバスに乗れ、修学旅行だバスに乗れ、車酔いするやつは前に乗れ、楽しい夢乗せて僕らのバスは行く、あいつもこいつもはしゃいでる、先生もはしゃいでる、写真撮れ写真撮れ、お寺も神社も写真撮れ、天候取りまたバスに乗れ、平安神宮に金閣銀閣寺、二条城の廊下キーキー音がする、さあ進めさあ進め、三年坂だぞさあ進め、清水の舞台から飛び降りろ、三つの滝の水全部飲め、三十三元堂の仏像はあいつにそっくりと大笑い、平等院渦政嵐山、旅館に到着まずは探検とか言って、旅館の中をうろうろ風呂に海パンで入るな、女湯ここから見えると大騒ぎ、夜になると誰からともなくすぐ始まるお決まり枕投げ、あいつを集中的に攻撃するんだ、そばから撒き散らすな、それから怖い話をした後好きな子の告白大会、夜が更けた頃抜き足差し足女子の部屋へ忍び込め、先生見回りに来たぞこりゃやばい、女子の布団に潜り込め、女子のいい匂いに頭はクラクラちょっと興奮下半身、よく寝たあいつの顔に落書きをしてからしっかりカメラでパチリ、生徒が寝静まった後先生集まり部屋で大宴会、次の日朝起きたらまたバスに乗り込んで、今度向かうのはなら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 、隣のバスガイドさんは綺麗さ、こんなの不公平、東大寺の仁王像の前で同じ顔をして写真撮る、記念撮影前のやつの肩にそっと手を置いて心霊写真、皆様右手をご覧くださいませ、右の手でございます、なめとる、痛い痛い、失礼いたしました、右手に見えますのが大阪城でございます、皆さん大阪城を作ったのは誰だか知ってますか、豊臣秀吉、ブーライクさんでございます、まだ言うかこら、失礼いたしました、豊臣秀吉と申しますと有名な言葉がございます、飛び出すな車はキュウリ、トマトじゃレンコン、何抜かしとんじゃこら、なめとんじゃこら、大仏の花の穴、同じ大きさの柱の穴くぐるぞデブだと通れない、奈良公園鹿せんべい、片手に追いかけ回される、鹿の糞チョコレートと間違える、薬師寺法隆寺飛鳥の石舞台、若草山登れこれが猿沢の池、お土産だお土産だ、土産を買うなら新京極、一面に学生がうじゃうじゃ、うかつによその学校のやつと目を合わせたら絡まれちゃうよ、地元のやつには気をつけるんだ、噂じゃとても強いらしいよ、何を買おうペナントに入ったら、般若のキーホルダーでっかい鉛筆に僕と家族に名前とはしご式豆、もう帰る日になっちゃった、なんだか寂しい帰りのバスじゃみんな居眠り、大きな口上げてよだれ垂らしずっと寝ている修学旅行。